プロになって一番驚いたこと。驚いたこと、はい、これも俺はプロになってないかわからないんですよ。なんか例えばね、プロ契約した次の日にもう数万万入ってきましたとかさ、なんかさ自分のもう予想外の出来事よ、プロになった時の。あ、でもこれ誰もわかんないけど、